9月の終わりになりまして、今回の動画のテーマは10月を過ごす上でのポイントを伝えていくんですが、先に言っておかなきゃいけないことがあって、今回の動画、ざっくりまとめると、頑張ろうぜっていうことを伝えます。ですけど、おそらく9月の終わりに、しかもシルバーウィークの明けなので、結構エネルギー的に、みんなのね、心のエネルギー的に、ちょっと今きついなって。で、頑張れっていう言葉って、受け取れる時と、受け取れない時ってありません。だからみんなが今この動画ね、ここまで見てくれて、 いやちょっと今はきついって思う方は本当動画止めてください。 でみんなが何かのきっかけである程度ちょっとね、こう充電できて、今だったらこの動画見てもこうプラスに受け取れるかなって思った時に、こっから続きを見てもらえれば構いませんので、ぜひあの無理せずに見てください。あの9月の末、で10月もそうなんですけど、エネルギー不足になります。特に心のね、心のエネルギー不足になりがちなので、ぜひ皆さんのタイミングでみんなのね、いけると思う時にこの続きを見てもらえたらと思いますので、じゃあね、私はこのまま続き喋っていきますので、本日もどうぞよろしくお願いします。 改めまして、どうはい、ちーですで。今回はね、冒頭で伝えたように、10月のポイントを喋っていくんですが、まあ、毎年ね、似たようなことを喋ってます。で、10月っていうのは、もうすごくわかりやすい月で、とにかく頑張りにくい月です。 みんなも生きている中で緊張感を持つタイミングってあると思うんですけど、例えば学校ね、1年間のスケジュール、4月から始まって3月で終わりっていうスケジュールで考えたときに、まず4月は緊張感を持ちます。新しい学校、新しい学年になるんで。で、その緊張感っていうのはずっとは持ち続けられません。疲労するから、疲弊するからね。 なので、あるタイミングで、まあ、慣れというか、ある程度緊張感が落ち着くタイミングがあります。でも、そこまでの緊張をしてた期間に、どう過ごしたかによって、緊張がほぐれたタイミングで、よっしゃー走っていくぜーって。だから、足の重りがね、取れて、あーしって、いけるタイプの方と、重りだけがついて、心が疲れて、はぁー。 無理も。ってなっちゃうタイプの方がいらっしゃいます。で、実は、夏休み明けっていうのは、やっぱり9月ってすごく嫌ですよね。嫌な方が多いと思いますお。学校行きたくないなと思う方も多いと思う。自分もそうだったからね。で、でも、それでも行く。で、どう大丈夫かなって、ね、新学期大丈夫かなっていう緊張感があるので、9月の前半っていうのはある程度持つんですよ。で、今回はシルバーウィークがいい感じにね、組み込まれてたので、そこまではね、ある程度耐えられたと思うんです。でも、9月の末、それでもして今回シルバーウィークが大きかったんで、 そこの反動で今日から多分がっつり自分の足かせが重く感じる方が出てくるはずです。で、その足かせが重いのが10月はずっと感じます。だから本当に、 だっっったらもううね10月てていうのはう心が疲れ切ってるだから、そんなに無理すんなよって、ね、ゆっくり自分のペースで進んでいったらいいんだよって伝えてあげたい。でもね、きっと学生の時、特に多感な時期っていうのは、自己肯定感が低くなってしまってるので、ゆっくり自分のペースでって10月を過ごしちゃうと、自己嫌悪の方に行っちゃうと思うんです。もし、自分のペースで過ごすことが自分にとってね、リフレッシュになるし、あとね、11月とかになった時に、またこう、なんだろう、よくいい生を 走り出すためにだんだまったり過ごそうって割り切れる方はそれでいいでも多くの方がそうじゃないはずですなのでちょっと厳しめなことを言います <music> ここまでずっと言ってきているように10月っていうのはとにかく頑張りにくい月です緊張感がちょっとなくなっていくで冬休みはまだ遠いんですよだから まだきついなーって思っちゃう時期だし、まあテスト期間の方もいると思うんですけど、結構多分ね、頭の方に終わっちゃって、後ろ開くんですよね。で、例えば3学期制だと2学期の期末まで少し開くので、まあちょっとサボっても大丈夫かなっていう期間が生まれやすいんですよ。で、いろんな条件、で、イベントもね、ある方も多いんで、いろんな条件が重なって、少しナーナーになるというか、 まあ、スマホいじってもいいかなとか。いつも、例えばね、頑張るか、えっと、スマホに行くかってなった時に、頑張んなきゃって、踏ん張れたところが、まあ、まあ、大丈夫っしょ。い緒っしょ。っていう風になって、こう、だらけちゃう方に結構行きがち。で、そっちに行きく癖がついちゃうから、後々振り返った時に、自分の自己否定、自己肯定感の下がるっていう結果になっちゃうんですよね。でも逆に考えると、チャンスだと思ってほしいんです。 たくさんのね、生徒を熟考次第に見てきてもやっぱ思うんですよ。10月って本当にね、だらけちゃうというか、うまくね、こう時間とか自分の気持ちをコントロールできない子が多い。じゃあ、周りがね、うまくいってないんだったら、みんながそこを踏ん張ってうまく使えたら、だって周りが立ち止まっちゃうんだよ。いつもはさ、自分も努力するんだけど、周りも努力してるからなかなか追いつけないんでしょでも10月ってのは周りがちょっと苦戦してるの。伸び悩んでる。そこに自分が踏ん張れたら、追いつきやすいよね。 だからチャンスだと思って過ごしてほしい。ただ、ただね、心が疲れてるのは確かです。そこで踏ん張りすぎちゃって、心が壊れちゃったら元もこもない。じゃあどうするかっていうと、きちんと目標を立てるっていうところを、しっかりいつもの5倍ぐらい意識して過ごしてください。普段から1週間の目標とか1日の目標を決めてる方もいらっしゃると思う。で、もし普段それを意識して過ごしてない方はちょっと決めてごらん。 例えば今日はこれをやろうって学校で決めてくる。家帰ってからの勉強ね。これをやると決めてそれをしっかりやる。つまり自分が決めたことをちゃんとやれてるよねっていう過ごし方をしてください。それに一つ付け足すとですね、その目標設定を気持ち少なめ。 ま、普段から3割カットしてねって、これやろうって思ったものの30%をカットする。ね、そうやって目標立ててねって言うんですけど、それ、プラス、もっと言うと、これやるぜって思った半分ぐらいでもいいです。半分ぐらい。で、設定してください。なぜかっていうと、本当に疲れてるから、あのね、頑張りすぎると、10月の前半で、うー、おーんってなっちゃうんですよね。 で、後半、終わり良ければ全てを知らないけど、逆に、終わりが悪かったら、10月全体が悪かった印象になっちゃうので、目標は少なめとか、低めに設定する。もし、低めなのが納得いかなかったら、2段階で設定する。第1段階はここ。これはもう最低絶対やろう。それが半分ぐらいね。で、もし自分がそれ終わった時に、さらに受けるぜ。って思うんだったら、最初から思った、ここね、100%まで設定する。2段階設定で、1段階ね、行けたら、それだけ、OK、よくやった。2段階までできたら、 え私神なのかもみたいな感じにめっちゃ褒めてあげるそういった感じで目標を設定して過ごしてみましょう。 たくさんわーって話してきましたけど、一番覚えておいてほしいことは、10月はとにかくもう自分の心が疲れてるんだ、疲れやすくなってるんだって思ってほしい。だから、例えば家に帰った時に何かやる気出ないなって思っちゃってるのも、それはみんながだらけてるとかダメな証拠じゃないんだよ。疲れてるだけなんだって。で、そこをちゃんと受け止めてあげると、疲れてるんだな、そうだよね、そうだよねって。じゃあ、 今日の目標はこれぐらいにしとこうよって自分に言ってあげられるんだよね。それをうまく考えらんないと、ああ、もう無理。 だらけちゃってスマホいじって2時間経っててあー今日も何もやってないじゃん私やっぱダメだよなっていうこうね負のスパイラルにはまっていっちゃうそこを防ぐためにもきっちりそういう時期なんだって認識した上で自分に優しい声をかけてあげて1ヶ月過ごしてみてください周りと差をつけるためにというのはねちょっとね言い方も良くないかもしれないですけどみんなが10月終わった時にあま,まあまあいい1ヶ月過ごせたなって思えればそれだけでも十分なのでぜひ今回ね話したことを参考にして10月の目標というかねこう 趣旨を決めてていいってもららえたらと思います。はい、ということで、ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは、今週週間もお互い頑張っていきましょうそれじゃあ、またねバイバイ